どうもカマです。キングダムズ&キャッスルズ実況パート3やっていきましょう。街がそこそこ大きくなってきました。で、前回ですね、ドラゴンとバイキングに襲われましたね。1回目は超弱かったんですけども、2回目戦ったらすげえなんか普通にボコられましたね。ボコられたっていうか、まあ、ドラゴンはね、あの農園をぶっ壊して帰っていって、バイキングは国民を何人かさらっていっちゃいましたね。許さん。で、今回はですね、もう一回り街を大きくしたいなーって思っているんですね。はい。まあね、あのドラゴンバイキングに戦える施設も作りつつ、もうちょっとね、まあ、なんすかね、見た目を立派にしたいよな。そういうね、自己満足もこういうゲームには必要だから。はい。なので、とりあえずこの目障りなね、この岩、黒い岩あるでしょ。この黒い岩が、岩撤去装置除去可能って書いてあるので、ぜひね、除去して、綺麗に城壁で囲ってあげて、で、できればね、城壁もね、高さを高くしたい。高さを高くすると、もちろん見栄えも良くなるんですけど、このアーチャータワーとかね、あとはこのバリスタタワーね、こういう武器の攻撃射程も広くなるらしいので、実益もあるということでね、ちょっとそれもやっていきたいなと思います。だんだんね、進め方も分かってきたので、あとあれだ、軍隊だね、軍隊。これ前回作った兵舎。これでまだちゃんとした軍隊として活動させたことがないので、それもぜひやっていきたいなと思います。はい、ということでですね、今回は街を大きくするのをメインにやっていきたいと思います。行きましょう。岩除去装置は、まあ、お金も必要なんだけれども、あれは工具かなが必要だと。鍛冶屋ですね。鍛冶屋で、今武器だけを生産してるけれども、工具もまあ、作るようにしましょうか。はい。武器はね、軍隊の兵士たちがね、持っていくんですけれども、お金がやっぱりないのか。剣士分隊の訓練、これもやってみたいけどね。ちょっと、何にしよう、やっぱりお金だな。金がないと何もできん。マイナスじゃねえか、金。なんでかっつうと、人が少ないからか。よく見たら、徴税人が足りてませんって言ってるね。税収率 50%。徴税人、徴税人。これか、徴税人。5人中4人しかいない。これをもっと優先順位上げればいいのか。これ5人になったね。あ、100% になったね。はいはい。これでプラス24。はい、黒字になった。アドバイス聞いとこうか。都市アドバイス。ごきげんよう。農業アドバイス。飢えています。みんな死んでしまうでしょう。ああ、はい。軍事、ごきげん、こいつ、一貫して何も教えてくんないんだけど、軍事。お前何？給料上げないんだけど。解雇したいんだけど。あ、確かに食料ないね。今ね、果樹園もね、新しく追加したので、これでなんとか飢えをしのいでもらいたい。頑張れ、大丈夫、大丈夫。その辺の草でも食ってろ。なんか工具作ってるんだけど、あ、製材所、採石所、鉄鉱山で使うんだ。じゃ、ちょっとあれだな。今、鍛冶屋、武器も生産してけど、武器生産なし、工具だけにしよっか。つうかね、鉄自体がね、足りてな、ああ、燃えてる燃えてる。めちゃめちゃ燃えてる。井戸ってありましたっけ？みんな消しに来てくれるかな？ああ、オッケーオッケーオッケー。いや、はいはいはい。よし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 。危ない危ない。コメントで教えてもらったけども、一つの資源で2箇所の鉄鉱山なり、採石場とか、作れるらしいので、はい、2つ置きましたと。あ、わかった。兵士ってこれか。アーチャータワーとか、ここら辺かな？これを解放しないで置くと、閉鎖。はいはい、兵士への支払い減ったね。そっかそっか。ちょっと、バイキング、ドラゴンが来るまで閉鎖しとこう。で、城壁を高くしてみたいと思います。これ直でアーチャータワーのところにできるのかな？できたら嬉しいなーなんだけど。あ、なってるっぽいね。おー、これは便利。一回一回取り壊さなくていいのは助かるな。やるじゃない。これで、高くしたから範囲広がったか？おー、広がってる。この点線の範囲がよくわかんねーな。最大範囲かな。もっと塀を高くすると、
そこだけ高くするってありなの？このアーチャータワーのとこだけ。3階層を超えることはできない。あ、木の壁だからか。あー、木じゃなくて、石の城壁だともっといけるってことかな？うん、いけそうな気はするけど、木の上に石は多分できないね。石で作り直しだな。うん。あ、いか！家には食料がないだって。まずい。餓死者が出るぞ。ちょっと待って。うっそ、まだ足りない。ちょっと畑とか増やすしかないですかね。あ、待って、これ、風車。隣接する農場の生産性を向上させます。果樹園には効果なし。これもいいかもしれないって思った。ここに農園作って、この農園ぶっ壊して、そこに風車だね。この方が隣接する数が多いでしょ、畑。はい。こうしよう。お、そして、工具が溜まったので作れますね。来ました。岩撤去装置。大きな岩のような物体を完全に取り除きます。これどこでもいいのかな？利用可能な石のすぐそばでなければなりません。だって。え、ちょっと待って。じゃあこれ、石を撤去したら、次々と立て直さなきゃいけないってこと？そういうことなのかな？試しにちょっとここに置いてみようか。風車完成！でも、赤いアイコンが痛々しいな。早く。これどんぐらい効率よくなったんだろう。年間9。風車隣接しなければ年間6だ。1.5 倍の生産量になるってことかな。あ、ここ開いた。王様いくつか使えなさそうな岩を壊して空き地を確保しました。あ、なるほどね。使い捨てなんだ。はーん。じゃあ行きましょうか。はい。餓死した二人餓死したマジかー、そりゃそうだよなー。でも次からはね、風車効果でちょっと食料増えるはずだからね、なんとか耐え忍んでほしいところです。バイキング侵略中。またこっちから来たね。だいぶ遠いぞ。ってことはまた前と同じだな。多分ここの入り口が狙われる。で、また、墓地とか、釣り小屋から、人が拉致されちゃうから、それはマジ許しまへんなので、ここの塀をまず、城壁を高くしましょう。時間、まだね、あるから。ここ高くします。あ、つうか、あれだ。忘れた。兵士、兵隊。こいつ、一回解放して、解放したら多分、はい、ずらずらっと来たね、8人ね。で、剣士分隊の訓練しましょうか。これ、いけるよね。はい。あ、時間かかるのね。なるほど。あー、でもそんなに大したことないね。いける。オッケー！おー！すげえ！これか。これが騎士分隊。アンドリー卿。松明準備完了。建物を燃やすことが可能です。そんな、蛮族みたいな。右クリックで移動を攻撃します。荷物を積み込むには輸送船を右クリック。輸送船なんてあるの？攻撃スタンス。ああ、方針だね。追撃スタンス。多分こっちから来るはずだから、ここに貼っといてくださいよ。うん。これ多分来てくれるんでしょ？おお、頼もしい！最高じゃないですか。ちょっとねー。さあ、来ますよー。あれ、どこ行った？あ、嘘！そっち行った！そっちから行った！ちょっと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 待てよ、ほら行け行け。そう。倒してる？はいはいとか言ってるけど。倒した。もう一匹。あれ？あ、倒したんだ。やった！やりました！おー、嬉しい。倒してやりましたよ。ああ、よかった。じゃあ次、ドラゴン。もうすぐドラゴンも来るからね。すぐっすよ。でもドラゴン相手に、剣士って意味ない？もしかして。ねえ。地面からじゃ無理だよな。バリスタでくくりつけてさ、飛ばしてくんねえかな、剣士。はい、どっから来る？あー、なるほど。こっち側から来ると。はい。撃て！いいぞー！あー、そこの農園をぶっ壊そうとしてます。人がいるんだ！あー、死んだ？大丈夫？いけ、そう、撃て、あー、そこも？風車やめて。
風車ダメだよ。撃て。ああ、風車。ひどい。しかも帰っていくの。速やかだな。プロの犯行だな。もうちょっとゆっくりしていけばいいのに。ねえ、お土産にドラゴンの肉でも置いてってくればいいのにな。あ、そう。あらららら、ら、綺麗に風車を壊していく。くそー。あ、そうだ。なんかコメントで教えてもらったんだけど、この剣士分隊を狼にぶつけることができるって見た気がする。行ってみようか。やっちゃってくださいよ。まあ、やられたんすよ、狼に。上等な毛皮でコート作ろうぜ。やってれやってれ。ゴー。森の中全然見えないけれども、おお、あっという間。あ、間違った。あっという間じゃないですかこれ。これ巣を壊したか。あ、完了です。ミッションコンプリート。まだここにいるね。ちょっとこいつもやっとこう。ここにいっとこ、いっとこ。はい。空っぽの洞窟です。へぇ、あ、狼の巣ってことか。これ、岩撤去装置で除去しないと、また狼湧きそうな気がするね。ちょっとこれ作ろうかな。銅像。3種類ある。ロード・レヴィ、バーバラ女王、ロード・ネクスト・ラズタス。何がいいかな。ドラゴンがいいな。ロード・ネクスト・ラズタスにしましょう。石150。お金200。城のそばに置きたいよね。幸福度のって意味ではあまり良くない気もするけども。でも俺は城のそばにこれを置きたい。ここに置こう。はい。見栄えも重視していきたいんだ。できた。なんか、まがまがしいな。鎌持ってっけど。おー、まあいいや。これをうちの守り神にしましょう。さあ、結構埋まってきましたね、この辺り。次、どこの方、どっちに拡張していこうか。上のこっち行く？ね、こっち側ちょっと伸ばしてみるか。どうしようかな。一回、ここで、塀を閉じますか。で、二つ目の塀を作ってもいいんじゃねえかなーってちょっと思ってる。こんな感じで、閉じると。で、そこから、道をまた、こっちにね、伸ばして、で、ここら辺に町を作っていく。城下町。城下町？城外町？城外町？わかんないけど、そういうやつ。ちょっと広場を一つ、景気よくここにぶっ立てていこうかな。で、備蓄庫もこっちに作ってるのがいいかもしんないね。うん。はい。よし、食料もだいぶ増えてきたな。これで、豚小屋作れるかな？小麦を食べるからね。これもじゃあ、この辺りに作っておきますか。鍛冶屋の辺りですね。よし。ついになる形で、肉屋も必要かな。豚肉を加工して保管します。工具を使える場合、肉屋は豚貝から集めた豚肉を一つ一つカットし、複数人数分の食事に加工します。労働者7人。多いね。これが邪魔。空っぽの洞窟。これ邪魔。これちょっと壊そう。岩除去装置。そろそろ武器も作った方がいいかな。あ、鍛冶屋もう一個作るか。で、工具専門と武器専門で分けるか。どっちも使うもんね。はい、隣にもう一軒作っときまーす。さあ、またそろそろバイキングが来ますね。来るなら来い。俺もパワーアップしてるんだ。できればね、もう一個兵舎作ってさ、軍隊が欲しいとこなんだよな。うん、敵をほら、さっきバイキングさ、舞台2つあったじゃん。それに対抗したい気持ちもあるんだけども、結構お金の負担がでかそうでね。はい、来なすった。どこから来なすった？おお、船がもう2隻。あー、また遠いとこから来たね。なるほど。まあ、時間かかるからこっちも準備しときましょうか。騎士分隊はこの辺りにいればいいのかな。この辺ね。で、バリスタとかもですね。まだ早いかな。まあいいか。ちょっと時間かかるからね。先に解放しちゃいましょう。もう一個ぐらいバリスタ
作ってもいいかなって気がしてる。作っちゃおっか。これなんだこれ。ギリシャ火薬庫。大ダメージを与える爆炎を放つ。射程が短く、リロード時間が長く、一発ごとに炭を消費。へえ。給料年間36ゴールドだって、やば。これ俺にはまだ早いかな。でも作りたいな。作りたいな。このあたり、あーでも範囲が狭い、これ。まあ、ここら辺に1個作っとくか、まあ、ただ間に合うかどうかなんだよな。こっち、あ、もう出来上がってる。豚貝。豚貝出来上がってる。あ、餌の小麦を持ってきましたね。いいですよ。美味しいお肉になーれ。じゃあ忘れないうちに肉屋も建てておきましょう、ここにね。はい。あー、来た。はい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 、やってる。やってるけれども、追撃倒した。さあ、もう一体はどこにいるかというと、まだ来てねえのか。はいはい、遅いなぁ。ゴーほら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 。はい。よっしゃ、ナイス。倒したね。うん。余裕です。まあ多分、数が増えてくると思うんだよ、今度。今、船2隻だったでしょ？今度3隻とかになるから、そうなると、やっぱり、兵舎の数増やして、騎士分隊もう一段欲しいね。ここら辺に兵舎、作りますかね、一個。ね、作ってもいいかなって思ってます。作っちゃおっか。よっしゃで、そしてギリシャ火薬庫だったっけ？全然間に合わなかったね。まあ、ドラゴンもすぐ来るから、そっちには間に合うでしょ。ギリシャ火薬庫完成。はあ、これな、どうなってんのこれ。火薬が入ってて、なんか、なんだっけ、爆炎を放つんだっけ。爆炎だよ。なかなか効かないよ。一発撃つことに炭を10個消費。10個もダメージ159。バリスタタワーは毎秒81。2倍近いダメージ与えるってこと。すごい、ギリシャ火薬庫。できました、弊社。さあ、あ、はいはいはい、続々と3人しかいないですね。まあ、ちょいです。これまだいいや。ドラゴーン来ました。バイキングと同じようなとこから来るね。さあ来たぞ。ギリシャ火薬庫。行け！火を吹け！ゴー！ゴー！あれ？ゴー！ちょっと待って。あ、めちゃめちゃ狭い。そっか、こんな狭いんだっけ。全然ダメじゃないですか。おー、そっち行ったぞ。おー、ちょっと待ってくれよ。はい。いいよ。おー、めちゃめちゃ浴びせてる。お、また来た。ギリシャ火薬庫見たいなー。近づいてくんない？もっと近づいてくんないかな。あ、そっち行っちゃうの。農園攻撃をするわけではない。あ、今回倒せる？もしかして。このまま、時間を稼いでくれれば。あー、また風車？あ、風車は大丈夫。農園でした。ギリシャ火薬庫！ギリシャ火薬庫！範囲に入らない。やっぱあれだな。これもう、城壁高くしなきゃダメだな。あ、帰ってった。惜しい。もうちょっとね。滞在時間が長ければね。いいんですけどね。スキア王国、賑やかな街になりました。やったー。いいよー。嬉しい。人口257人だね。いいですよー。大きくなってきたなー。嬉しいなー。あ、そういえば、肉屋ってできたんだっけ？あ、できてるっぽいね。あ、肉だ、肉！肉買ってる！やったー！アーチャー訓練所。これ作っていいっすか？手すきの農民をアーチャーの分隊に徴兵します。地上でも壁に配備しても遠くから敵を攻撃できます。壁を利用するには階段を使用してください。へえ、いいね。これ作ろう。ここら辺、外側に、弊社の隣、作るか。はい。楽しみ。教会や図書館があまりにも混雑しています。もっと建設しましょう。だって。そういえば図書館って作ってないな。作ろうか。最初作ろうとした時に、給料年間24ゴールドで尻込みしちゃったけど、今だったらもう、富豪だから俺。じゃあ、教会の隣、いや、あえてちょっとね、ちょっとこちら側に作るっていうのもあり、ちゃあありだよね。郊外の図書館、いいんじゃない？どうせここもね、
もう少ししたら栄えるはずだから作りましょう。はい、できた。アーチャー訓練所だっけ。おお、あ、アーチャー分隊の訓練、なるほどね。まあ、これも兵舎と同じような使い方なのかな。兵舎は騎士だったから直接攻撃で、アーチャー訓練所は間接攻撃で城壁の上にも登れると。なるほど、これも作りたいんだよね。庭園だって。村人が散策するのに最適な静かで幸福な場所です。考えすればさらに幸福度が上昇します。他の庭園に隣接して配置すればさらに幸福度が上昇します。移動速度は通常の道よりも遅くなりますが、何もない場所よりは速いです。あー、道扱いなんだね。どっか作りたいですね。この城の近くとかいいんじゃないです。ここら辺とか素敵じゃない。この広場の前とかね、こうしようよ。おー、いいじゃんいいじゃん、素敵じゃないね。えいいと思います。これで幸福度が上がるわけだ。考えってよくわかんないけどね。あったー、先に水車作れだって。水車、これか。水道橋や貯水槽に水を供給します。へー、あ、作ろう作ろう水車。あ、でかっ。ちょっといいですねこれね。いいんじゃない、ここに置きましょうか。ちょうど城壁作ってなかったし。はい、おっと、バイキング来たわ。忘れた。バイキング、どっちから来なすった？あー、今度は北東から来たね。オーケー、わかった。やってやろうじゃないか。あれ？あ、騎士分隊、弊社、閉鎖しちゃうと、もう一回訓練必要なの。あらー、そう。じゃあ、やりましょう。はい。で、あと、アーチャー訓練場。これもアーチャー分隊訓練しようか？しようか。オッケー、来た、アーチャー。さあ、ちょっと待ってよ。どっから来るかというと、あ、こっちから来る。こっちはないぞ。遠距離武器。今から作っても間に合わないよな。北から来るか。まあ、しょうがないな。とりあえず、騎士もアーチャーもそっちに向かわせよう。そしてそんな時に水車が完成しました。いいですね、水車。風流だね。まあいいんだけど。いけー！そうだ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 ！いいぞー！いけるいける！勝てますよね。大丈夫だね。勝てる勝てる。おお、今回後方支援があるからね。強いぞ。うん、勝ったね。オッケー、大丈夫でした。余裕？余裕だ。余裕だった。よかったー。あれ？なんか騎士分隊二つなったけど。これなんでだっけ？あれ？なんか二つ出てきた。おぉ、よくわかんないけど。やった。あれなんでだっけ？訓練二回したからかね。あー、いいね。立派になったでしょ？ほら。すごく立派になってない？いい感じだよね。うん。これは豊かな街になったんじゃないですかね。まあ、賑やかな街ですからね。スキアン王国。これ自分でスキアン王国って名付けたけど、スギアン王国って言っちゃうんだよな。誰だよ、スギアン。はい。ということですね。人口も295人になりました。いやー、いいですね。うん、立派になってきた。嬉しい。次回もっと、あ、次回はあれだ。灌漑したいよね。せっかく水車作ったから。灌漑をして、で、あとは、階段だよね。城壁の上に自由に登れるように階段作って、さらに、領土を拡大していくというのをやりたいね。どの方向から敵が来てもさ、問題なく迎撃できるような街づくりしたいですね。ということで、今日はここまでにしたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。